昨日、大井川鉄道で起きた異例の事故。午後3時ごろ、列車が島田市の家山駅を出発した直後のことでした。激しい音とともに急停止。大井川鉄道によると、先頭の電気機関車の連結器と客車の連結器が外れたということです。当時、列車はおよそ20キロの速度で走っていて、乗客81人と乗務員5人が乗っていましたが、けがはありませんでした。乗客は発車したばかりの駅に歩いて戻り、その後、臨時バスで移動することに。この事故により、大井川本線は一時全線で運転見合わせとなりましたが、今朝の始発から去年の大雨被害による不通区間を除く全線で再開しています。この事故を受けて、大井川鉄道は今日午前会見を開きました。大井川鉄道によると、先頭の電気機関車は1985年製、客車は1948年製で、連結器が外れた原因は分かっていないということです。また、2008年と2010年にも別の列車で連結器が外れる事故が発生していたということです。去年9月の大雨被害で甚大な被害を受け、本線の半分に及ぶおよそ20キロの区間で運休が続いていた中で発生した今回の事故。会見で鈴木はじめ社長は、安全輸送を第一に掲げる鉄道会社として重大な事故と述べ、謝罪しました。施設の老朽化っていうのが進んでいるところです。これに関してはきちっと対応していかないといけませんし、今後の鉄道の運行というか、運行の継続というものについて、大きく当然関わるところであるので、そういったものがしっかりと担保されない限りは輸送はできないので、そういったところをきちっとですね、やった上で、当然こう、復旧の話にもなるし。そして今日の午後1時。新金谷駅です。運輸安全委員会の調査員が連結器などの調査をしています。国土交通省は今回の事故を重大インシデントに認定し、運輸安全委員会の調査官による車両の確認や乗務員へのヒアリングなどの調査が行われました。大井川鉄道は今後、事故の原因が判明し次第、再発防止策を検討していくということです。